はい、こんばんは、島津でございます。本日もテキサスチェンソーをやっていきたいと思います。本日、やっていきたいのはね、こちらのジュリーちゃんなんですけど、ジュリーちゃんのステルス性能をマックスにした状態で、試合に臨むとどういった感じになるのか、ちょっと、見ていきたいと思います。ジュリーちゃんね、サバイバーの中だとナンバーワンのステルス性能を持ってるんで、マックスまで上げやすいんですよ。今回ね、どれだけのおとなしさを、発揮するのか、ちょっと、確認していきたいと思います。はい、それでは、やっていきましょう。どれだけね、ステルス性能が上がってるか。はい、連打しても騒音がしません。そうなんです。ジュリーちゃん、騒音しません。やばいでしょ?俺は、この構成を別名ね、くの一構成って呼んでます。もう来たね。ちょっと待って。あ、そうか。関係ないんだ。ほら、騒音しないから。ねえ、すごいでしょう。くの一ジュリーですよ。だから、ほとんどの作業関連はね、もうやりたい放題です。正直。ちょっと待ってね。ただジュリーの欠点としてはね、なんか不具合なのかわかんないんだけど、警戒のこのエフェクト、これの範囲がすごく広いんですよ。尋常じゃないぐらい広くて。はーい。これもね、ロックピックも簡単に連打して取って、しかもここもシャッ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 と、はい、安全に開けることが可能です。そう、エフェクトがね、なんか広いんですよね、他の人に比べて。だから不具合なんじゃないかなとは思ってんだけどね。どうなんですかね。静かだからっていうことで、そこは、なんつうのかな、ジュリーのマイナス10にしてるんですかね。やりに行ったね、早速。グランパ、レベル上がってないのに。ポイント稼ぎ勢かね。さて、どっちに行きましょうかね。そこ開けよっか。OK。あ、大丈夫。危ない。落ち着いて。来てる。危ない。急げ。はい。ほう。危なかった。あ、そっちか。あ、これミスったかもな。ミスった？オッケーオッケー。閉めて。危ない。オッケー。危ない。ふぅ！じゃあな。オッケー。バレてんな。あー、危ない。危ない。ふう。残念。逃げ。いいぞ。いいぞ。壊して。どうすかね。ここ閉めて。ロックして。開けて。はい、ガチャガチャガチャ。くの一を舐めるな。ここじゃないね。やばい。脱出。こっち行こうか。待ってね。バルブそこある。どうすっかね。アリーランド行く？あそこ、あれだね。南京錠してあんね。危ない。落ち着いていきましょう。あそこ行くか。俺あっち行こうかね。反対側開けてくるわ。オッケー。もうちょいで開くはず。
せーの。はい。1段階だったか。2段階。来てんね。OK、開いた。閉めて。ちょっと待って。危ない。バンバン、いや、槍には行ってないね。これで多分向こう行くはずだから。うん、おじいちゃん刺すのかなって思ったけど、刺しはしませんでしたね。急げ。おっと?あら。誰もここオンにしてないよ。チャンスじゃん、もうこんなん。ね。OK。ステルス性能高いから、ニワトリもね、あんま気づきにくいです。ゼロ距離まで行くと、さすがに気づかれますけど、ある程度の距離ね、ほら、こういったところ、歩いてても気づかれないんですよ。普通の人だったら、確かこの距離バレたはず。うん。か、ギリバレないか、まあ、どっちかだけど。まあ、気づかれにくいっていうのもあります。鳥に。ステルス性能が高いと。あとね、おじいちゃんにもね、気づかれにくくなる。うん。そこら辺はね、またちょっと次回、見していければいいかなって思うんですけど。ちなみにこのロックピックに関しては、これは、なんていうのかな、ロックピックの耐久値を表してるから、騒音とは関係ないんですよね。そう。だから、来るか?だからゲージが結構増えます。OK。もう出るわ。じゃあ。あぶねえ、レーザーフェイスが、作業してくれてよかった。間は何もできないから。あとはリーランド。そこにいるんだけど。リーランドじゃない？リーランド別か。あ、こっちから抜けたか。開いてるそこ。開いてんね。いや、開いてない？施錠した？いや、もうそこ突破されてんだ。突破されてるから、今ジョニーがもう、張ってるわ。あ、でもどっか行ったね。あ、まあまあ、万全を期してって感じか。本当に向こうに行くのを待ってって感じっぽいね。いいよいいよ、行って。あー、もうバッテリー入ってるやん。ちょっと待っとかんと。確かリチャージがあるんじゃないっけ?サバイバーが、バッテリーを切った後。あと、キラーが、バッテリーをつけた後。どっちもね、確かリチャージ時間があるはずなんで、リチャージ?クールタイムか。クールタイム時間があるはずなんで、ちょっと待たないといけない、これは。まあ、どうにかリーランドが寄せてくれればね。あ、行った行った行った。気づかれずに行けるか。まあ、リーランドが寄せてくれてんね、これ。うん。これで、穴出れますね。はい、穴脱出。あとはリーランドだけだけど。危ないぞ。リーランド。あー、やばい。やりに行ってる、やりに行ってる。タックル。タックルしに行った。もう行きなさい。リーランド行きなさい。そうです。もう、残り一人だから煽っちゃダメです。煽っても意味がないから。ね。このゲーム、最後の一人になるまでは、こういった煽りは戦略になるんで、そう、全然ありなんですよ。毎回言ってますけど。キラーを寄せて、反対側を手薄にして、他のサバイバーが脱出しやすくするとか、そういった戦法が取れるんで、最後の一人じゃなければ、挑発は全然ありです。はい、いかがだったでしょうか?ステルス数値ね、50まで上げると、どれだけ連打しても、騒音はほとんどなりません。唯一、少しだけ騒音が上がるのが連打してね。小さな穴だけ。でも、マックスまでは絶対達しないんで、その前に開いちゃうんで、問題ありません。
他のキャラでもね、ステルス値をね、50まで上げることは、可能なんですけど、ジュリーだけが唯一コックやジョニーから追跡を逃れることのできるアルティメットエスケープを持ってるんで、やはりジュリーがね、一番隠密には適してます。なので、全く物音を立てず、かつ追跡も振り切りやすいキャラをね、使ってみたい方は、ぜひともジュリーを選択して、ステルス値を50まで上げて使ってみてください。ということで、本日はくの一ジュリーでやらせていただきましたけど、ここまでとさせていただきます。またね、こんな感じでキャラクターをカスタマイズした動画上げていければいいかなと思ってるんで、動画が上がった際はね、ぜひとも見に来てやってください。はい。それでは島津の悪魔の生贄になりました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。